バツーツーさん、ワドツー、ゴマションさんフォローありがとう。フォローじゃない、ハートありがとう。ありがとうございます。あ、たくみさんおはよう。ワードツー、たくみさんおはよう。大衆補給こんばんは、いらっしゃい。西新宿5丁目で4万5000円の物件、安っ。おい、レイさんはどつ、こんばんは、楽しんでて。匠さん、もう動画全部上げたの？もう動画全部上げたの？早っ。作業効率めちゃめちゃ早くなってんじゃん。早っ。え、全部上げたの？
すげえな。あ、そうだね。まだ全部非公開になってるけど、ダウンロードは終わってるってこと？これ。いいの？これ非公開で。ダウンロード終わったのかな？そうだね。残り2万ポイントで、今月の目標達成ですね。うん、いい感じです。ありがとね、みんな応援してくれて。非公開でもダウンロード、あ、そういうことか。はい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 、そういうことね。なるほど。目に見える形で結果が見えると応援しがいが出てきますね。俺は結構ね、ニコ生の頃からね、結構数字とか公開するようにしてて、なんかね、目的を共有することの大事さみたいなのを経営やってたから多分知ってるんですよね。うん、チームワーク嫌いじゃないよ。ただね、大所帯になってくると苦手かな。やっぱね、人数が増えてくると、しがらみとか出てきたりとか、利権ができてくるとね、そこに救う人間とかが出てくるから、そういうのはすごい苦手。少数衛星のチームだとめちゃめちゃよく回る。多分ね、そういう気質なんだと思う、俺自身が。人数が増えてくるとダメ。あのね、結局、組織ってピラミッドじゃないといけないんだよ。人類が生まれてから全部ピラミッドなの。で、経営者とか部活のチームとか率いてると分かると思うんだけど、縦社会にしないとどうしてもいけないんだよ。権威みたいなのをつく。そうそう、いろんな人がいるから。で、結局俺が可愛い可愛いっていうタイプだから、全員に目配ると結局ね、反乱を起こされるんですよ。うん。だから俺は大きいチームで動くのは苦手ですね。なんて読むんだろうな。状態さんって読むのかな。安友高岡。安友さんって言えばいいのかな。なんて読むんだろう、これ。ごめん。言葉が難しくて読めないけど、こんばんは。なんてお呼びすればいいですか。ごめんなさい。僕、学がなくて、漢字読めないですね。リリコバさん、ハートありがとう。ウリブさん、こんばんは。なかなかね、人数増えてくると難しいよね。よく寝たわ。夢いっぱい見たわ。よく寝た。気持ちよかったな。人数増えると必ず新参が子参がって争いになる人もいた。いや、俺が話してるのはどちらかっていうと、リスナーさんの話とは違うんだよね。FX 配信から熊田と呼ばれている。あ、FX 配信から来たんですか。はいはいはい。熊田さんね。熊田さんよろしくお願いします。うん、熊田に答え半変えてもらえるとありがたいんだけどな。これ読めないな、熊田で。たくんいらっしゃい。パソコン使ってネットで小遣い稼ぐ程度いいサイトないですかね。
小遣いがどれくらいになるかだよな。かけられる時間と、例えば一日どれくらい時間をかけるかと、そうだな。あと、どれくらい時間をかけるのかと、あといくらぐらい欲しいのかで変わってくるかな。で、いつも言ってるんだけど、小遣い稼ぎ教えることはできるんだけど、どれがいいよっていうことはできるんだけど、みんな、例えば3万円なら3万円でも、10万円なら10万円でも、100万なら100万でもそうなんだけど、それ相応の努力をしてるんですよ。で、なんかネットで稼ぐとか、お金を稼ぐことを甘く見てる人が結構世の中にはいて、簡単に稼げるものなんて俺はないっていうふうに言ってるの。だから、気合があればどんなことでも稼げますよ。気合があればどんなことでも稼げる。何でも稼げますね。僕は逆に好きなことで稼ぐのが得意なんで、その辺はアドバイスできると思いますよ。質問していただければ。だから、一日何時間ぐらいかけられるのかと、いくらぐらい欲しいのか。3万から5万程度が理想。時間は特に。ああ、時間があるんだったら、じゃあまあ、配信が一番いいんじゃないですかね。ふわっちが一番稼ぎやすいとは思うけどな。あとはまあ、YouTube もあるし、自分でサイト設立もできるし、FX でも株でもあるし、逆に言ったら、今の時代って、その50年前と比べたら、どんな人でも稼げる時代なんですよ。努力で。昔っていうのは、コネがあったりとかしないと稼げなかった時代だったから、クロレラさんこんばんは。まあ今の時代はいい時代だと思いますよ。才能のある人はどん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 稼いで、生活豊かにすることができると思うんで。YouTube に動画載せるのってやり方わからないんです。 それはね、簡単だよ。動画を作って、やり方がわからないんじゃなくて、多分やってないだけだと思う。 だって、はじめしゃちょーとかさ、高校生ぐらいの頃からみんなやってるわけだから、アップロードってボタン必ずあるの、YouTube に。だから、それをやってないだけだと思うよ。ここにさ、これ YouTube のページなんだけど、YouTube のページのここに、アップロードボタンあるじゃん。アップロードって書いてあるのよ。これを押すと、アップロードボタンを押すと、ここに動画アップロードファイル選択って書いてあるのよ。載せるのってやり方がわからないって言ってるけど、調べてないし、やってないだけなんだよ。でしょ？調べてないし、やってないでしょ？誰でもできるから。パソコン持ってるんでしょ？簡単でしょ？ そう。こんな簡単なことができないんじゃないんだよ。やってないだけなんだよ。すべては行動だよ。すべては行動。失敗していいから行動してるやつが稼ぐよ、やっぱ。ゆみちゃんこんばんは。持ってるでしょ？ガンガン失敗しな。ガンガン行動してガンガン失敗するのが一番近道だよ。お疲れい。経験を積むことだよね。結局、行動しないといくらアドバイスしてもさ、身にならないから。だから俺あんまり好きじゃないのよ。っていうのも、もう本当に何百人の前でいろんなことを教えてきたからよくわかるんだけど、ビジネスのやり方とかさ。結局、結果出すやつって、ガッツがあるし、食いつき方が半端じゃないし、すげえバリバリ行動するんだよ。どんなやつでも。だから、行動しないと稼げないですよ。スマホで動画撮ってパソコンに送って載せるだけでいいんですかね。まあ、いいと思うよ。で、今度は動画のアップロードのやり方を覚えたら絶対再生数伸びないから、今度再生数伸ばすやり方を覚えるとか。どうして僕の動画は再生数ないんだろうっていう失敗を繰り返していかないと。
俺今 YouTube の収入月1万ぐらいかな。行動できてないです。行動が全てだよ本当に。結果を求めるのはいいことなんだけど、行動しないで結果を出してる人っていうの俺は見たことないの。 でしょ？行動しないで結果を出すっていうのはありえないから。で、行動、結果がないやつって、どんな世界でもそうなんだけど、行動してないんだよね。こんばんは、銀さん。だから、まあ、何でもそうだけど、俺は行動主義だね。とにかくやってみなって。で、失敗することは恥ずかしいことじゃないからって。失敗していいんだよって教えてるかな。てか、失敗しなきゃスタートラインに立ってないね。大体ね、1再生ぐらい0.1円から0.05円って言われてるから、例えば1万円稼ぎたかったら10万再生取らないとダメだね。10万再生。俺は技術を持ってないんだったら、ふわっちの方が絶対楽だと思ってるね。YouTuber になるの資格、YouTuber になる資格って何だと思う？ YouTube をやることだね。 なんか YouTuber って、なんか Google アカウント持ってるかどうかの話だから、なんか変な言い方で Gmailer とか言わないでしょ。 俺 Gmail アカウント持ってるんだよね、3つも持ってるんだよねとか言わないでしょ。なんだ Gmailer って感じだ。俺 YouTuber ってなんだよって話だから、あんまり言葉に惑わされない方がいい。あんな誰だってアカウント作れてさ、誰だって動画アップロードできる仕組みなんだから、Google の宣伝に騙されない方がいい。俺 Google ドライバーだから、Google でスプレッドシート作れるからとか言わないでしょ。ちょっと、寝起きだから歯磨こう。ちょっと歯ブラシ取ってくるわ。誰でも稼げると思うよ、俺は。稼げるやり方をちゃんとやればね、言い訳してやらないだけだから。稼げてるやつがいるんだから、自分にもできるに決まってるじゃん。
あ、ねえ、ちょっと待って、誰か風船ください、風船一個ください、誰か、ごめんなさい、ちょっと説明をするために風船が一個欲しいです、誰でもいいんで、一個だけでいいです、ハートプレゼントありがとう、メロンありがとう。で、これっていうのは広告なんですよ、これ広告のアイテム、これこれの売り上げの半分が僕に入るんです、それだけ。運営会社の折半、運営会社折半ですね、売り上げの半分を。例えば高校野球の県大会の選手のプレーを載せても著作権とかならないですかね。なりますね、はい、なります。あの権利っていうのは大きく分けると2つあるんで、それ説明します。そうそうそう、なんかツイキャスっていうサイト知ってるかな、議員さん。ツイキャスにもアイテムっていうのあるんだけど、そのアイテムっていうのは広告費ですよね。要はこの配信者おすすめですよって言って、その配信を支援することができるっていう仕組みなんですよ。ただふわっちの場合っていうのは、そのアイテムの半分っていう、売り上げの半分を配信者に渡すんです。著作権とか肖像権って正直いらないよな。いるだろ、俺めちゃめちゃいると思ってるよ。著作権肖像権なかったらやばいぞ。俺はいると思ってんだけど、なんでいらないと思ったの。ヒカルさん、風船ありがとうございます。あの著作権っていうのは、動画を作った人とか音楽を作った人とか絵を描いた人とかの、作った人に関わる権利なんですよ。だからどっかに申請しなくても、作ってから何十年間っていうのは自分の作品として著作権が発生するんです。著作権絶対必要です。 YouTube に上げれない、だからそれは違反してるだけだって、うん。で、肖像権っていうのは自分自身にも権利があるの。例えば、僕の絵をノンタンが描きました、そうするとノンタンには著作権があるんだけども、俺には肖像権っていうのがあるから、ノンタンの絵が売れた時っていうのは分配しないといけないっていう仕組みなの。俺の絵を描いた場合、要は俺そのものの存在に、あの権利っていうのがあるので、動画を作った場合、高校野球の動画を作った場合、その動画の著作権はター君にあります。ただ、野球のプレイをした肖像権っていうのは、そのプレイヤーたちにあるの。高校生とか野球連とかわかんないけど、そういう人たちにあるんですよ。だからその人たちの権利を侵害した、要は私の肖像権、私の動画を勝手に使われたって言ったら、裁判で負けます。だからダメ。うん、だから YouTube とかではバンになる。そう、例えば俺がター君の家にいきなり行って、ター君の私生活映すわって言われたら嫌じゃない。で、俺がそれで100万稼いでて、ター君の動画で、いやいややめてよ、私嫌だよとか、僕嫌だよ、出たくないよって言ってんのに、それが通らなくなっちゃうのよ。そう、訴えられたら負けですよ絶対、うん、嫌でしょ。だから作る側っていうのは、その相手側との信頼関係とかが必要なのよ。だから俺は出る人とかに、それはすごい説明するね。あの、顔出し大丈夫かどうかとか、声は OK なのかとか。で、俺は配信者だから、配信回ってないところで会いたいって言っても断るね。うん。肖像権とかのせいでショット配信とかできない。違います。厳密に言うとあれ間違ってて、普通に歩いてる人いるでしょ。通行人の顔が映った場合っていうのは、肖像権に入らないの。
だからそれでバンになったことって見たことないでしょ。あのね、ドアップでちゃんと話しかけて、がっつり映らないと肖像権ってできないの。あれは風景の一部としてカウントされるんです。だから、街の中を普通に歩いてて、通行人の顔がチラッと映る。0.1 秒とか映っちゃうじゃん、どうしても通行人の。それは実は肖像権に値しません。それは裁判でも決まってるんですよ。キヨタン風船ありがとう。そう、そこは大丈夫。ただ、あからさまにストーキング行為とかした場合っていうのはアウトね。キヨタンさんから花火いただきました。本日一発目です。キヨタンありがとう。でも、取られた方は不快。取られた方は不快じゃなくて、それはその人が権利、要は肖像権とかを知らないだけ。不快かどうかは人によるんだよ。だから俺はかなり気をつけてるね。通行人が絶対映らないように、顔がね。1回、2回、3回、4回、5回、6回。キヨタンありがとうございます。例えばそれってどういうことかっていうと、デジタルカメラとかで撮影してる前を横切るのってさ、通行人って避けるじゃん普通。だから昔ね、携帯電話のカメラが内蔵された時に問題になったことがあって、店の写真とかを撮るのを今でいう生放送みたいな感じで断るっていう店が結構あったの。問題になったの。今当たり前になったでしょ。例えばなんだけど、ラーメン屋さんに行きました。で、飯テロって言っててラーメンの写真を撮りました。それで店側が出てってくれとか撮らないでくれっていうのは、それ店側が違法なんだよ。知ってた？あれってうちは動画禁止ですって店側が言わないといけないの。紙に貼り出すとか、メニューに載せるとか。これなんでかっていうと、あれってお金を払って注文をした時点で契約が成立してるっていう風に法的には見なされるのね。だから出てきたものっていうのは、ラーメン自体は所有物は自分になるの。だから自分のものをどう載せてもいいっていう論理ね。そこに人とかが映ったらアウトだけど。そう。だからね、法律をちゃんと勉強して、権利とかが何なのかっていうのを調べた方がいいよ。もしそういうことやるのであったら。そこはね、結構重要。新しいフォロワーさん紹介します。銀さんフォローありがとう。肖像権、著作権考えると YouTube に上げる動画って自撮り動画ぐらいしかないよね。だから自撮り動画しかないんだよ。現実的に。他にも頑張ってる人もいっぱいいるよ。っていうかね、違うんだよ。ちゃんと、こういう番組をやってるんですけど、出てくれませんかっていう取材ができないんだよ。ネットの人間って。テレビの人とか、ラジオの人とか、ちゃんとやってるでしょ。書面一筆書いてもらってっていう。要はね、自己完結型になってるんだよね。まだまだ発展すると思うよ。動画自体は。動画の世界は。俺はそう考えてるね。じゃあどういう動画？いや、ビデオログとかやればいいじゃん。ビデオログ、ブログって V のログ、ビデオって V から始まるでしょ。ブログやるのが一番いいと思うよ。ビデオログね。そしたら著作権も肖像権も気にしなくていいじゃん。自分の話したいことをずっと言ってればいいんだから。それでいいんじゃない？ガンダムオルフェンス10話まで見たわ。ガンダムオルフェンス、ガンダムバルバロスね。ガンダムシリーズ初ガンダムです今。
ガンダムはだから初めて見るね。うん、初めてガンダムを見て、なんか1話か2話見たことあるんだけど、他の作品なんかついていけなくて、やっぱアムロとかシャーとかから知らないと面白くないのかなと思って。でもノンタンとガンダムオル、鉄血のオルフェンスっていう、機動戦士ガンダム鉄血のオルフェンスっていうのはなんかシリーズがつながってないらしくて、あんまり見やすかったですね。戦闘シーンがやっぱすごいね、ガンダムは。ただあのヒューマンドラマみたいなのをやらせるとクソだなと思って、あのちょっと笑ってるんだけど、まあまあまあ戦闘シーンめちゃめちゃ面白いですね、ガンダムオルフェンズ。オルフェンズか、オルフェンズか。去年テレビで放映されてたやつみたいだね。昨日使い切れなくて期限切れた回路ですいません。ああ、ありがとうありがとう、リリコばあさん嬉しいです。期限が切れたわけじゃないでしょ、あのなんだ、購入できるのが昨日までだったんじゃないの。風船プレゼントありがとう、風船ありがとう。なんかガンダムの形がエヴァンゲリオンみたいになってくるね、どん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 。ガンダムの武器だけとかも売ってるんだ今すげえ時代だな武器別売りなんだ、ガンプラの中に入ってないんだガンダムバルバロスのガンプラ安いから1個作ってみようかな。好きなシリーズ、いや見たことないんですよ。だからこのオルフェンズっていうのを初めて見てるんで、好きなシリーズがないんですよね、うん、初めて見てるからないですね。初ガンダムですね僕は。なんでか知んないけどエヴァンゲリオンが世界で一番好きなアニメなんですけど、なんか先輩方にエヴァなんてってずっとバカにされてたから、ガンダム食わず嫌いで結構見なかったんですよ。もういいやと思って30まで放置してて、ガンダムオタクになったらやばいどうやばいの結構やばいかな。そうそうそう、先輩方にいじめられてたの。パクリだろエヴァとかとか言われて、ガンダム見たことないですけど違いますよってずっと言ってた世代だからでも、あんのも、あれだからね、言ってるからね、ガンダムの要素、エッセンスはかなり参考にしてるってね。やばいんだ。俺はどちらかというと、その、一年戦争ってやつを見てみたかったんだけど、シャーと。だから、ファーストガンダムってやつ。それ見てみたかったんだけどね。エヴァとガンダムは違う。まあ違うだろうね。作家が違うからね。うん、まあ見た印象は、なんかそのオルフェンズを見て、なんかに心理描写を描くのがめちゃめちゃ下手な作品だなと思ってて、もう最初の3話とか痛々しくて見れなかった。もうずっと戦闘やってればいいのにと思ったね。なんか演出がクソだった。でもだんだん良くなってきたけどね。10話ぐらいまで見た方が。
なんかやりすぎ感がすごくて痛かったね。中二病満載みたいな。ただ戦闘シーンはめちゃめちゃ圧巻っていうか、あ、ガンダムの魅力ここだなと思って。ノーさんいらっしゃい。ポケセンっていうのもいいんだ。うん。あ、やっぱそれあるんだ。なんかオルフェンズのなんか女の子になんかこうセリフを音楽とか全部抜いて、だって私誰々のこととかそういうセリフがいらないと思って、なんかなんつうんだろう、劇画タッチっていうのかな、なんかそういう演出いらないと思って、なんかセリフが上ついてるんだよね。まずキャラクターを浸透させてセリフって言わせないといけないのに、キャラがまだ浸透してない段階でなんか名台詞を無理やり言わせようとしてて結構きつかったね。ああ、やっぱ戦闘シーンはすごかった。戦闘シーン見て、あ、面白いと思ったね。うん。戦闘シーンはすごかったね。面白かった。かっこよかったっすね。銀さん風船ありがとう。ファースト見たいっすね。ファーストはなんかドラマ良さそうだよね、でも。なんかアムロの葛藤とかがいいよとか言われるから。うん、見てみたいなと思って。まあ、監督によるんだろうな、多分な。そう、ガンダムって一括りに語っちゃいけないと思ってて。うん。ただまあ、なんか面白いんだけど、オルフェンズ見てて。面白いは面白いんだけど、なんかやっぱりその、面白いっていうのを中高生とか向けに作られてるなっていう感じがして、なんか新しいもの見てる感覚ではないね。うん。なんかその、なんだろうな、シリーズをずっと追っかけてる人とか、その若い子たち、新しい子たち向けに作られてるって感じがして、うわ、こんなの見たことねえみたいなのはない。正直言うと。戦闘シーンかっけえなーぐらいだね。種もいい。うん。専門用語はわかんないけど。ただ、あとやっぱガンダムの良さは機体の良さだよね。モビルスーツのかっこよさみたいなの。うん。モビルスーツがやっぱ抜群にかっこいいから、やっぱいいね。ただ荒屋敷システムって言って仏教用語が出てきたのはちょっと俺はグッドだと思った。荒屋敷システムは、ちょっと俺の中の中二病、仏教オタクとして、あ、荒屋敷って言葉を使うのは、この仏教用語を使ってくるのはありだなと思った。CCA、男だとハマる。まあ男の子のアニメだよね、あれ。完全に。荒屋敷っていうのは、荒屋敷マナ敷って言って、由意識仏教に出てくるんだけど、深層心理とかってさ、西洋哲学の言葉あるでしょ？深層心理とか無意識とか、顕在意識、顕在意識とかさ、要は表面化された意識とか無意識とかいろいろあるじゃん、そういうことが。っていうのは、実は最近発覚されてる、最近研究が進んでるんだけど、もう仏教で研究終わってるのよ、何千年も前に。実は仏教の本質って、その無意識をどうコントロールするかっていうことをずっと唱えてるのね。それが由意識仏教っていう宗派の中に出てくる荒屋敷、マナ敷って言って、その無意識の中のデータベースが2つあるっていうふうに考えるの。で、その無意識のことの、その2つのデータベースのことを、荒屋敷とか言うんですよ。俺宗派はないです。無宗教ですね。仏教オタクですね。仏教が大好きなんだけど、一応その、俺はブディストになれないと思ってて、要は仏教者になる資格がないと思ってるから、てか奥が深すぎるんですよ。だからどこにも、なんだろう、宗派は特にないです。ただまあ地元が成田山っていうのもあったんで、あれですね、空海、密教、どこだっけ？空海はどこだ？成田山どこだろう？本郷じゃなくてどこだっけな？何宗になるんだろう？いや、僕は無宗教なんで冠婚葬祭全部断ってますね。冠婚葬祭出席してないです。うん。全部断ってる。千本さんいらっしゃい、こんばんは。楽しんでって。組織出ないですね、僕は。無宗教なん、うん、冠婚葬祭は出ないですね。実際親友とか友達とかバンドのメンバーの結婚式も行ってないぐらいなんで、結婚なんて思いっきり宗教でしょ。だって
聖書の前で聖書に手を置いて神様に誓うんだぜ。あれは宗教儀式だよ、世界的に見ても。だって昔はさ、あの神道のやり方で、あの着物着て神社でやってたでしょ。それを今はあのキリスト教のやり方が流行ってるけど、あれは宗教儀式ですよ。思いっきり宗教儀式だね。これでもかっていうぐらいの宗教儀式でしょ。だからなんかよく言うんだけど、無宗教、俺は無宗教だみたいなカッコつけてるやついるけど、俺は神を信じないとか言ってるけど、じゃあなんでお前結婚式とか出るんだよって俺は思っちゃうんだよね。俺は逆にそっちの方がなんか気持ち悪いカルト宗教に見えるから、俺は出ないですね。あんまり好きじゃないですね、そういうのは。なんか言ってることとやってることが根本的に間違えてるやつっていうのは考えてないやつだと思ってて、考えてないやつ嫌いなんですよ。キリスト教じゃないのに聖書の前誓うとかダサいな。ダサすぎるよね。日本人はいろんな宗教が入り乱れてるからね。うん、日本は多分その世界的に見てもいろんな宗教入り乱れてるんじゃなくて、エッセンスを取り入れるのがうまいんですよ。だから教義とかは全く理解してないの。その宗教の本質とかを全く理解してないんだけど、なんつうの、文化とかだけ、文化として取り入れてんだよね。宗教じゃなくてイベントとして取り入れてるから、そこは面白いかもしれないですね。そう、まあそれがある意味日本教とも言えるし、日本の宗教観とも言えるかもしれない。だからね、よく言われてるのは、宗教学者とかに、日本人っていうのは神を自分より下に見てるからそういうことができるっていう。だから宗教が必要のない国だったっていうふうに言われてますね。なんだろう。キリスト教とかイスラム教とかユダヤ教とかって過酷な状況から必ず生まれてるんですよ。もう宗教がないと生きていけないっていうところから発生してるから、だから教義が厳格なのね。でも日本人ってさ、あのイノシシはいるでしょ、ウサギはいるでしょ、木の実が生えてくる、キノコも生えてくる。ぶっちゃけた話、あの弥生人が稲作を持ってくる、持ってきたから米の文化になってるけど、縄文時代ってさ、どんぐり拾ってどんぐりとか採集だけでやってたんですよ。簡単に言うと種をばらまくと国土が豊かすぎてどこでも生えてくるの。だから世界的に見てね、あの農業日本は向いてないとか言うけど、あれ嘘で、世界的に見て日本全国でどこに種ばらまいてもどっからでも木が生えてくるっていうのは異常なことなんだよこれ。それだけ水とね、季節とね、太陽とって全部条件が揃ってて、だからあのアミニズムっていうんだけど、神道みたいに万物に神は宿るっていう風に考える宗教が発達したの。だから向こうの宗教だと絶対神がいて神様と契約して、神様が宇宙を作ったって考えるの。だから神に逆らえないんだよ。だけど日本ってそんなことないでしょ。神様っていうのはいろんな形が出会って、キリスト教もその中の一人の神様ぐらいにしか考えてないでしょ。象徴として天皇もおるし、だからね、あのよくね、神道が日本人に一番近いって言ってるのはね、あれはね結構当たってるんだよね。イズル君、そうで、支配の論理として仏教を取り入れていくんですよ、だんだん。要はね、宗教っていうのはあの学問そのものでもあったりとか、あと政治学そのものに発展していってるから、諸外国で。だからその日本を統一するとか庶民を統一するための道具として仏教を取り入れていくの。深いか、むしろ学校で教わることだと思うけど、学校で教わることっていうか、学校が教えないといけないことだよな、厳密に言うと。基礎学問だと思うけどな。権力者の、なんだろうこれ、さじ加減やからな。そう。なんかキリスト教とかもそれで教義が何回も変わってるし、あのマリア信仰とかが特にそうで、もともとその
聖母マリアなんか信仰するっていうのはなかったんだよ。でも西洋のギリシャ哲学とか結びつくときに、女の神様欲しいよねっていうことで、じゃあお母さんいるじゃんっていうことで、マリア信仰って始まってるんだけど。学校では教えないな。仏教の学校じゃないの。仏教の学校とかだから行ってみたいけど、俺あんま日本仏教興味ないかな。日本仏教全然間違ってることしか教えてないと思ってて。うん。仏教とキリスト教って全然違う？もしくは同じ？全然違うかな。例えばその経典宗教って言って、神様が全てなんだよ。普通の宗教っていうのは神様が絶対的なの。もうこれがルールなので、神様と契約書を交わすの。だから旧約聖書ってあれ契約の約なんだよ。あのなんだっけな、どっかにあるかな聖書。旧約聖書、新約聖書ってあるんだけど、翻訳の訳って言葉使われてないでしょ。翻訳じゃなくて約束の訳でしょ。あれはね、なんつうのかな、神様との契約書。だから、順番的に言うと神様が一番偉くて、その次に経典宗教っていう経典、聖書が次に偉いんだけど、仏教では仏が一番偉いんじゃないんですよ。そこが根本的に違くて、ダルマって言って宇宙法則が一番偉いの。偉いって言ったら変だけど。で、宇宙法則を知ることができると自分が仏になるって考えるから根本的に違う。だからね、イメージするとキリスト教とかユダヤ教とかイスラム教っていうのは神様が全てを知ってて、神様が自分を助けてくれるとか導いてくれるって考えるの。でも仏様とか仏教徒って導くっていう概念あんまりないでしょ。なんでかっていうと、自分から進んでいって仏になるから。だからストイックな宗教って言われてるよね。うん。日本仏教も権力者の解釈で変わるからな。だから日本仏教はだから経教って言って、昔のキリスト教の影響をかなり受けてるって言われてて、だから阿弥陀仏とかその信じたら救われるっていうのはキリスト教のシンプルな概念で世界的に広まった理由なんだけど、それと同じで極楽浄土とか真言を唱えてると極楽浄土に行けるっていうのは明らかにそのキリスト教の影響を受けてるんだよ。これで信者獲得したって言われてるよね。でも仏教の根本的なこと言うと、呪文なんて唱えても救われねえよっていうのが教えなんだよ。だからかなり変質しちゃってるんだよね。幸福の科学はどんな感じなんでしょうか。あの人ってあれだよね、大川隆法って官僚かなんかだよね、もともとめちゃめちゃ頭いいんだよね。うん。幸福の科学はだから、そのまあ彼らの論理っていうのは宗教を科学するっていうことだよね。科学との融合みたいな競技はね、東大生だしめちゃめちゃ頭いいんだよね、大川隆法って。うん。もともと官僚だった気がするんだよな。あと、幸福の科学とオウム真理教は似てますか、似てませんか。あのね、幸福の科学をあんまり知らないから、幸福の科学のことを言われるとあんまりわかんない。だからオウム真理教に関しては人よりも詳しいとは思うけど、幸福の科学とオウムっていう風に言われちゃうとわかんないとしか言えないかな。申し訳ないんだけど、ごめんね、学がなくてちょっと勉強不足ですね。新しいフォロワーさん紹介します。タークンフォローありがとう。ごめんなさい、わかんないです。幸福の科学の信者さんを見たことないなぁと。俺幸福の科学なんだよねっていう人いないから、うん、なんだっけセンタニーエスってイエスの生まれ変わりって設定なのかな、なんだっけその宗教名忘れちゃったな。なんだっけそれ、なんだっけ、信じる道が違うだけですがるものが違うから戦争起こるのよ。ただまあよく言われてるのが、仏教が武力を行使して国土を拡大した試しがないって言われてるよね。日本だとほら比叡山の焼き討ちとかさ、織田信長で宗教戦争を起こしてるけど、あれはほら仕掛けられた方じゃん。
だからね、仏教って実は武力行使でね、国を広げた歴史が一つもないって言われてるんですよ。紛争みたいなのあったよ。だからチベット仏教とか今だとさ、フリーチベットでさ、中国とかに反抗してるけど、武力使わないでしょ。自分たちの焼身自殺とかじゃん。だから、なんだろう、仏教戦争ってあんま聞いたことないけどな。戦国イエス。なんだっけ、戦国イエスの宗教って。比叡山の武力相当強かったんじゃない？いや、相当だよ。石高もすごい持ってて。だって、なんだ。仏教と神道と戦国時代っていう、だからもう3派閥ぐらいになってて、で、しかも、信者とかが武器持ったら武力にもなっちゃうわけだから、織田信長はこいつ先に倒しておかないと、今倒しておかないと日本統一できないっていうのを分かってたわけよ。だから女子供を全て焼き討ちしたわけじゃん。だから織田信長が、戦国時代に入って、なんていうの、江戸時代を作る。礎っていうのかな、基盤みたいなのを作ってんだよね、きっかけみたいなの。頭クソいいと思うよ、織田信長は。まあ波動だけどね、どう考えても。だから戸籍管理も寺だったし、学校も寺だったでしょ。だから日本の寺ってめちゃめちゃ権力持ってたから、だからほら、大名とかのバックボーンに必ず坊さんいるじゃん、アドバイザーとして。だから知識人みたいな感じだったんだろうね、多分。そうそう、だから信長が焼いたんですよ。要はおとなしくさせとくっていう。牽制球投げたんだよ。牽制球投げたっつうか、思いっきり焼き打ちしてるけど。まあだから日本の識字率の高さとか、思いっきり仏教のね、寺が優秀だったって。寺小屋のシステムってあれなんだよね。日本ってだから江戸時代ぐらいまでは飛び級だったんだよね。優秀な子供たちはどん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 飛び級させてたっていう。だってあれでしょ、小学生とかで儒教とか道教とか習ってたんだよね。中国語で漢字で読ませてたっていう。あと、なんだっけ、微分積分も未完成ながら日本で開発されたものだし。あと、ろうそくチャートって実は江戸時代の日本で生まれてるもんだからね、大阪で。世界初の為替とか株の取引みたいなものって日本で行われてるから。今の日本の教育はダメだと思いますか？どの尺度から見るかだよね。俺は別にダメだとは思わないけど、イノベーションを起こすような考え方とか発想力みたいなのは養われないと思ってて、工場労働者と軍人を作るのに向いてると思ってるね、日本の教育っていうのは。まあ時代には合ってないかなとは思うけど。お金について教えないよね、学校って。まあ教えないよね、それは。日本発祥先物取引。先物取引か。先物取引か。マキルさんありがとう。ガチパダメ。っていうかなんかうるさくね？なんか最近部屋、上。うるさいよね、どん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 。何なんだろう。夜中なのに。アイラ700万いくな、すげえな。
予想をはるかに上回ってくるな。100万でもすげえのに、1ヶ月で700万かよ。化け物だな、本当に。アイラよ。大丈夫かよ、本当。どんだけ太いリスナー抱えてんだよ。化け物だな、マジで。上があまりにもうるさかったら鉄拳制裁。いや、別に鉄拳制裁はしないけど。うるさいならうるさいって言った方がいいよ。あ、俺全然だからキャッチボールで上に天井にボール投げてたもん。住み始めとかボーンってうるせえと。ボーンって。寝ながら。目には目をですよ。うん。目には目を。下に響くんだよね。歩いてる音とか、どんどんする音。低い音っていうのかな。うん。アイラって今、ふわっちでナンバーワンに稼いでる生主で、ニコニコ生放送の生主で友達ですね。会ったことはないんだけど。昨日だけで100万、15万か。ハンムラビ法廷。700万って法人格持たないと税金やばそう。いや、間違いですね、それ。それはアイラに聞いたんだけど、現金化した時代で売り上げになるから、簡単に言うと、なんつうの、アマゾンポイントとかにしたら、脱法ですよ。ポイントカード、ウェブマネーに変えちゃうか、変えられるから、ペイパルとか。だから、700万を現金化した時点で、その700万に対して半分ぐらい持ってかれるけど。まあでも、法人化にするタイミングだよとアドバイスしてる。うん。アイラは、ね、年収6000万ぐらいじゃ効かないよね。年収億コースじゃないのこれ。ねえ、本当に。800万稼いだら、月800万稼いだら億稼ぐことになるか、5000万ぐらい持ってかれるよ。すごいよね。うん、なんか、で、アイラが緑色で申告するわとか言ってたらしくて、緑色なんかねえよっていう、青色と白色申告とは、はあ、俺緑の紙書いてんだけどっつう、なんかバカトークをしたらしくて、毎年緑で書いてっからとか言って、緑なんかないっつってみんな爆笑してたんだよ。こいつ税金払ったことねえなっつって、あれは笑ったよね。緑色申告ってなんだよっていう話になったんだよ。たまの文書ね、全然海外とかに資産移しちゃえばいいんだよ。だからもし税金払いたくねえんなら、枠切ってタイトル変えまーす。枠切ってタイトル変えるんで、また見に来てください。面白かった人はぜひフォローしてってもらえると嬉しいです。じゃあお疲れ様です。タイトル変えます。枠落とします。ウェブマネーに変えて FX や株に変えるのは税金かかるかな。 FX は株は資産だから、うん、ただどうなんだろうな。その辺は株とか FX にあんまり詳しくないからわかんないけど、固定資産税とかかかるんじゃないかな。やっぱり資産になるから。ウェブマネーで株とか買えるっていうのを知らないけどね。買えんの？買えないでしょ。ウェブマネーで株買えるんだったら、それこそ脱法できるはずなんだけど。お疲れ。お前コメント欄荒らすなよ。バカとかハゲとか書くなよ。なんでお前動画の内容も見ねえで、お前バッドボタン押してんだよもう。